この写真が物議を醸しております。自民女性局のフランス研修写真が物議ということで38人の女性議員このうち4人が国会議員なんですけども真ん中に写ってる松川るいさんとかね、えー、今井絵理子さんたちがフランスに視察行ったとこれ自体はいいんですよところがねこれ松川さんのツイッターもう今削除されているんですけども今度はイエーイっていう完全な女子会のノリでしょ女子会の海外旅行ですよこれをね公式ツイッター にせちゃううっっててていいいのがが問題ななんんですす脇甘かかまよ写真撮ること自体全然問題ありませんよ。はい。早速パロディにされておりますけども、えー、ここにもありますけどもね、はい。これ、毎日新聞なんですけど、下の赤枠見てみましょう。宮殿で笑顔で写真に写る松川るい師と今井栄里子氏ということで、ダーンと。まあ、これ自体は私は悪いと思いません。視察に行って、この宮殿に行きました。じゃあ、写真撮りましょう。まあ、これはいいでしょうね。唯一私は気に食わないのは、あの足です。 揃ったこのモデルポーズだ。な何でこんなのこういうやり方するんでしょうねってまあ私は同じゃありませんからねまあこれはいいですよ女性だからこのぐらい構わないでしょうということではいでもね今回ね松川さんとね今井さんというメジャーな人に注目がいってるんですけども実はねこれネットではこの広瀬さんの方がひれんじゃないかと私もそう思いました。 見てください自民党参議院議員広瀬恵さん、1回生だと思いますが、弁護士の先生らしいですね。で、この人も、このあれね同行していると、はい、松川さん、これはルーブル美術館でしょうか、まあ、これはいいですよ、ね、えまあまあ、自撮りもいいでしょう、ところがね、この人、何がダメだってね、もう完全な海外旅行、あこんなもん食べましたよ、美味しかったー。 こんなことをいっぱいね、乗っけちゃってるんですよ。このね、完成というか、脇の甘さ、弁護士でしょ大丈夫ですかそれは確かに美味しかったでしょうね。いやー、このヨーグルト、なんですか美味しいと思いますよ。最後のムースみたいなやつね、最高だと思いますよ。で、こんなテリーヌが何かでしょうかいっぱい乗せているんですね。そして、なんと、今日のお昼ということで、パンがあるわとね、このテリーヌがあるわと、こんなことやってるんですよ。あのね、 これおかししいでしょ、感覚的に。完全に旅行だと勘違いしています、この人は。はい、さらにはルーブル美術館、いいんですけど、ピース、これを公式に載せるなと。さあ、そして次、今井さん行ってみましょうね。我らが今井絵里子さんなんですけども、あのね、やっぱりこう、あの我々はあのパヨチンじゃありませんので、物事はぜぜひひで見なくてはいけない。 いけません一つを持ってきてねぶったたくってんじゃなくてこれは良くないけどもまあ、今井さんこれは問題ないよねということでねで今井さん今井さんでねちゃんと活動はしてると思いますよそれはそれで評価すべきだと思うんですけどねこの手話とかそういうのを通じて頑張ってますよそれはいいんですけどもただね、えー、これをね公式に載せてパリつきましたーってうーんどうかなと私思いますよねそしてこれですドーンとまあこれもいいでしょう まあ、これはいいですよ。みんなで行きましたって写真ですからね。これでパリに行きましたとね、視察をしました。まあ、いいでしょうと。えー、だからね、いろんな写真載ってます。たくさんこうやって載ってましたよね。で、こういう写真で収めときゃよかったんですけども、イエーイみたいなエッフェルトの女子会ポーズとか、食べ物を載せる。で、ニコニコ笑ってピースサインとかね、この後にもそういう写真どんどん出しますけども、そういうのいっぱい載ってるんですよ。それがおかしいんですね。で、これまあ、どうでもいいですけどね。これ、難癖って言われると嫌なんですけども、 先生が持っているねこれねななんだから確かに有名なこれメーカーでしょうザ・なんとかトートバッグって書いてありますけどもこれですはい5万1700円まあこれはいいでしょうね国会議員がねこのぐらい持っても問題ないと思いますがはいここで弁護士先生も登場しまして今井さんとのツーショットなんですけどもいえーということで今井さんねこれがよくないんですよあのいいですか プライベートで撮る分にはいいですよ、ね。せっかく行ったんだからみんなで撮ってね。わーで、せっかく来たしねって撮って。でもね、これを公式ツイッターに載せるってうのはまずいんです。このピースせめてやめましょう。これだったらいいんですよ。これおそらくフランスの議員の方だと思うんですけども、議員の方とお会いしましたと。これ載っける分には何も問題ないでしょう、うん。これまたちょっと微妙ですよね。んでこれはいいでしょう。はい、そして問題はこれ。 あのね脇が甘いんですよ見てください、下赤線、今井絵理子、フランス旅行は政党助成金と自腹で行っているので税金は1円たりとも使ってませんということでこの批判をされたことに対する反論ツイートなんですがどうしてフランス旅行って書いちゃうんですか、この人は。 この辺がダメなんですよ。何やってるかと思いますよね。私であればね、間違っても旅行なんて書きません。これは残念ながら、今井さんの、これはね、額が足りないということでしょうね。これはね、私、非難してもいいと思いますよで。いつも思うんですけども、国会議員というのは、いろんなルートでいいんです。今井さんは芸能から上がってきた方でしょあ、いいじゃないですか。 芸能人から上がってくる方がいてもいいですしトラックの運転手さんで一年発起して国会議員になった、まあ、民主党でいましたけどもそれでもいいんですよところがねそれには高い志を持ってほしいですしなったからには勉強してほしいっていうことだからこれをフランス旅行なんて各時点でこの人はアウトだとこの点に関してはね私はもう完全にアウトだと思います 写真いっぱいあるんですけども、こういう写真やこういう写真、まあ、この程度に留とどめておけってことですよ。でもちろん、まっとうな写真も載ってますよ。これはね、今回、この子どもの、なんて言うんでしょうね、例えばの施設であるとかでそういうところも視察するということで、まあ、子どもということに関してね、少子化ということにも何かターゲットを置いてるみたいですので、なんかフランスの施設に行ったらしいです。で、これは養護院かなんかだったと思うんですけども、上にね、これ、目隠しのね、ニコちゃんマークとラブってありますが、これはあのおままごとセット。 なんでしょうね。こういう時行きましたよってことをやってるワーカーです。で、これは議会、えまあ、これはいいでしょう。まあ、これもいいでしょう。別にね、フェルトンの前で行きましたということで報告ですから、これはいいですよ。で、議会、議会もちゃんとね行ってやっております。でね、結構ね、もうわけのわからない単なる海外旅行が地方議員がもうせっせせっせと行きますけども、それと比べるとおそらくですよ。私は知りませんけど、おそらくこれに関しては内容は まあしっかりね、あのこういうものがあったと私は思います。 38人揃って、ますか観光なんてバカなことやるわけありませんので、しっかりこういう活動はねしているもんですから、まあ、若干ね、あ,のあまりにも非あの避難されてかわいそうだなという気がせんでもないんですけども、こういうとこだけをね、ちゃんと載せていればよかったんです、これもなんか議員の席なんでしょうね、はい、こんな活動もしておりますと、でこれはね、今井さん、ちょっと国変わるんですが、左上にホーチミンの写真がかか飾ってあります。 ということで、これはベトナムなんですけども、今回のパリとは関係ありません。ベトナムに視察に行った時の写真も、今江さんは過去に載っけておりまして、海外行ってますね。でね、海外視察自体は悪いことじゃ本当ありませんよ。あの、仮にね、何にもしないとしても、向こうの議員の人たちとね、顔を合わせて、こんにちはって言うだけでも、まあ、これねゼル、意味がないってことはないと思います。 わざわざ日本の人が来て熱く1時間語ってくれたとそれでとんぼ返りしてもいいと思うんですけども最後にまた紹介しますけどもなんかスイートルームに泊まるとかねファーストクラスで行くとかマッソエさんって知事がやってましたよねはいそういうことになりますそういうのが余分だって言うんですよまあだからこれに関してはねベトナムどんなことやったか分かりませんけどもまあまあ今井さんねこれ言ってきたんでしょうねはいまた今回に戻りますけどもこれもフランスの議員さんとあでねこれはダメね 今井さんのもとに送られてきた DM メッセージらしいんですけどもこの真ん中にね税金使って旅行はどうですか早くうんで欲しいですって書いてありますこういうねわざわざね DM で送るっていうね人間の心理が分かりませんよこれ絶対やっちゃだめなことさあそしてここからです 松川るいさんが今回の騒動そもそも松川さんが挙げたあのエッフェル塔でいえエッフェル塔ポーズが発端になってますからねここで彼女は弁解しているんですよさあそしてこれがまたね疑惑になってしまいました真ん中の赤枠費用は当費と各参加者の自腹で捻出していますとだからそんなにやんややんや言うなって言ってるんですけども私聞きたいこれねちゃんと金額明示しなさいよ松川さんそうでしょう 頭費がいくらで、参加者自腹でいくら出したんだと。これもし自腹で1万円なんて言ったら、こんなもんただ同然でしょ。だってひょっとしたらですよ、そういうね、なんかアリバイ作りのためにね、じゃあ1人1万ぐらい出しておこうかと。3万でもダメでしょうね。たった3万出してこんだけっておいしいもの食べてきたらね、こんな話にならないわけでしょ。これしっかりと松川さん。 比率を出してください。ということ。さあ、そして次ね。ただ、エッフェル塔前の写真の一つは真面目な研修に参加された皆様へまでご迷惑かかるとしたら本意でありませんので、削除させていただきました。これはね、うん、私は賢明な判断で間違っていないと思います。ただ、彼女は他の写真はもう消す気はございません。ということでえー、今までね。4人の国会議員の写真をごちゃ混ぜにしてお見せしましたけど、松川さんの写真を見る限り、あのエッフェル塔以外というのは特に私問題あるとは思いません。 皆さんもチェックしてみてください。別に妥当だと思いますね。はい、で今回、ね、やっぱり問題になったのは、これをきっかけとして先ほどの弁護士先生の,あのご飯とか、ね、デザートのツイート、あれがまたふざけんなってことになったんです。だから松川さん、これ仕切ってね彼女には削除させないとこれダメですよ。で、これです。皆さんどう思いますこれですよ。今、フランスに視察に行くんであれば、 大暴動が起こった直後でしょ。移民問題を見るのが当たり前じゃないですか。そうでしょ。これを彼女たちやってないんですよ。調べてください。どこにもこんなこと一行も書いていませんよ。私であれば行けば、暴動が起こった現場に少なくとも行って、移民のね、本人ですよ。 だってこんなんブッキングできるでしょ移民の本人と話をさせろと何でこんなことが起こったんだってことをみんなで聞いてきたらどうだって言いたいんですよでこの記事これもみんな有名でしょ移民は経済利益になるとということでフランスやったんですが実際には66%が無職そしてその移民にかかるこれ維持費ですよ社会保障費が3.8兆円と とんでもないとお荷物になっちゃっているということで、もうね、ヨーロッパはこれ、後戻りできません。これだけ移民が入っちゃってね、もう暴れまくったら話にならないんです。ところが、この問題には触れないんですよ。なぜかというと、自分たちが推進しているものですから、これ見に行ったらボロが出ちゃうんですよね。えー、移民を進めようなんてやってるのに、これやったらどうですかそういうことでしょう。本当にこれは腹立たしくてしょうがないですよ、私は。 またね、今井さん写真なんですけども、はいこ,うね、こうして皆さんとね、信交を深めていると、はい、こういうことになります。これはこれでいいんですよ。これだけでやってれば、ね、問題なかったのにね、なんでこんなことになっちゃったんだろうかと思いますよね。はい、じゃあ次ね、最後にちょっとこんな話にやりましょう。付け加えておきましょう。これ、香川県議は税金集中,中でというか書いてありますけども、あの、皆さん、これ、裁判ありましたね。 香川県議がなんか7人か8人でずっとヨーロッパ旅行したんですけどもそこにね大阪の MBS のスタッフがべた好きになって後ろからつけていったんですよそうしたらほとんどビールを飲むは飯食ってる後完全な海外旅行だってことが バレましたそして裁判で返金せいという話題が出たんですよところがですよその香川県で、ね、またこの11月に今度はパラグライアイやブラジルに行ってねビジネスクラスで行くわエグゼクティブルーに泊まるわなどで、ね、とんでもない金額を拠出するということで何考えてんだお前らはというねことがありましたところがこれ可決されちゃってるもんですから結局この連中行くんですよ そのニュースがこれになります。1人263万円ということで、とんでもないですよね。1泊6万のスイートとかね、もちろんビジネスクラスでございますと、高級ホテル1泊6万、6万6千円ですよ。まあ、もちろん円安ってのはあるでしょうけどちょっと高すぎるでしょう。それは市民に聞いたら、え、高ってことって。 だっっててふざけんななこことになります、はい、これ高高ですれでよね高松空港から出ます9泊10日ですよそしてロースとブラジルとパラグアイここに2 0 0ずつずっとするというこういう予定で飛行機乗ってブーンと行くんですけどもちろんビジネスクラスでございますと航空代航空代1人187万円ってこれ まともな感覚じゃないでしょう。どっかの大企業の社長ならいいですよ。異常としか言いようがありません。そしてこれがね、情報に出たもの、高級ホテル1泊6万6千円ということで、最上階のエグゼクティブルームも混ざっていたというね、200、200、200と。で、これね、今度1 0時間続く権議にね、これテレビが詰め寄ってるんですけども、経費的な話はもっときちんと精査する必要があると。えー、ということで、この派遣される、ね、権威を直撃したらしいんですが、 結果としてはこれねなんだ無駄をしとると言われないよやってくのは私たちの務めであると、うん、ちょっと精査しなくちゃいけないねそれじゃって言ってこのまま帰っていくんですふざけていますよねまあ、ここまでね今回の松川さんたちのケースというのはいわゆるね悪質なもので私ねないと思いますこの辺皆さんねちゃんと平等にこう見ればいいんじゃないかと思いますけどもうこれは明らかにおかしいですよこの香川県の件はねただね松川さんさすがにエッフェル塔の前で この写真はね、これはまずいと思いますよ。どうですかね、横の2人の女性も満面の笑みなんですけども、この辺、松川さん、頭のいい方なんですから、もう少しね、精査をして、しっかり考えて動いてください。どっちみち私も自民党はね、もう絶対入れませんので、これはもういい話だったなと思っています。そういう意味で、私は今回、拡散をさせていただきました。